7レース1予選に1着になりました熊本の松本選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。補足なんですけども、中本選手に前取りに行ってもらって、前分けになりましたけども、組み手としてはどういった作戦だったんでしょうか。車番が悪かったんで、なんとかできるだけ1車でも前にと思って翔平さんにスタートお願いしたんですけど、拓也さんが前に入れてくれたんで、ああいう形に先行することができたかなと思います。今日は先行する気持ちが強かったということですかね。そうですね、先行型という感じじゃなかったんで、周りも、自分が逃げてる時にどうにか落ち着いてくれるのが一番いい展開かなと思ったんで、思った通りになってよかったです。残り1周のところで魂を上げるという形になりましたけども、そのまま押し切りましたが、ご自身の状態っていうのはどうでしょうか。そうですね、初日に比べて、だいぶ体の感じも良くなったかなって感じがします。初日は昨日の1日休まれられたと思いますけども、その辺ではセッティングを触ったりとか、そのケア中心にというのはありましたでしょうか。そうですね、ここに向けて結構しっかり練習もやってたんで、昨日は練習という形では自転車に乗らずに、ちょっとハンドル回りしたくないんで、それで疲れも抜けてセッティングもいい方向に向いたのかなと思います。この G1 の勝ち上がりの中で、同系の先輩とワンツーっていうのはとても喜びが大きいんじゃないでしょうか。そうですね、貯金成績もちょっと落としていたんで、この舞台このメンバーでワンツー決まったのはとても嬉しいです。これで16点なので2次予選には進めると思いますけども、この後っていうのは何か上積みとか改善することはありますでしょうか。自分の場合気持ちも大事だと思うんで、しっかりそこを切らさずに、いけるところをしっかり仕掛けれるように頑張りたいと思います。わかりました。ではこの後に向けて意気込みをお願いします。明日以降も精一杯走ります。応援お願いします。